7月11日今午前3時42分にキス釣りに出発します。西浦に行こうと思うんですけど、高速で行きます。はい、到着しました。西浦の半島の、とあるサーフとは呼び難い岩場だらけのあまり綺麗じゃない海です。海自体はそんなに汚くないか。砂浜じゃないんで投げにくいんですけどね。ここでやります。朝日が綺麗です。第1投目、とりあえず5色半投げてまだ当たりありません。今4色半です。さあ今日はどうなるでしょう。とりあえず2連で6本針で2連なんですけど、かかってきました。どうだろうな、上は10ちょい、下も13センチぐらいか、ちょっとちっちゃいですけど、重りは発泡の誘導ですね。タックルはいつも通り、ちょっと渋そうですけど、もうちょっと頑張ってみます。ちょうど2色半のところで当たりが出てます。映ってる？赤、黄色、緑、赤の真ん中のチェックのところ、映らんか。ちょうど2色半のところで今当たりが出ました。近いですね。ここ1色ぐらいからずっと根があって、根がかりするんで、根がかりするくせに割と手前にいるんで、あれですね、竿を投げ用のラインじゃなくてちょい投げ用、一応ちょい投げ用にシーバスロッドですけど持ってきてあるんで、ちょっともっと近くで釣れるようだったらシーバスロッドでちょい投げやってみたいと思います。シーバスタックルでよくわからん中古の天秤に赤ハゼを直結っていう適当なやつで、とりあえずすぐ投げてすぐですかかりました。すぐそばにいるみたいですね。ちょっと根がかり多いんで一本針でコンスタントに釣っていくしかなさそうですけど、サイズも15、6センチぐらいありそうなんで、まあまあいいかなって感じです。6本針にシャリコが1、2、3、4一番下だけキスです。なんならパーフェクトになったら面白かったのにと思いますけど、ここ蒲郡の西浦半島某サーフ聴講終了です。